えー、まず初めてお話しいただいた時は帝国劇場で徐々を舞台化するんだってことにまず一驚きですよねで二驚きはあディオじゃなくてジョナサン・ジョースターなんだっていう僕周りにすっごい言われるんですディオじゃなくてって俺そんな風に見えてるんだかなって <laughs> プレッシャーはそれはやっぱ感じますしただあの、まあ、今回決まって発表になった時にもう自分の範疇を超えるところから反響があったという感じなのでもうすごい今から楽しみですねはい、はい、そうですね僕も、まあ、驚きと同時にやっぱり率直にすごく嬉しかったですしやっぱり「ジョジョを低義でやるっていうことでやっぱりこう「ジョの世界観と その歴史ある帝劇のこう世界観っていうのがどこ,がこう合うなとは思ってたのでその中でまさか自分がねジョジョをやらせていただくということで何人の人がこのジョジョをやりたかったんだって本当にね考えた時にやっぱり右が引き締まりますしジョジョファンの方がやっぱり周りにもすごくいらっしゃってもう愛が本当にすごくてもうね好きな人は。 大好きそんぐらいのやっぱりこう影響力があって愛されてる作品だと思うので、はい、もうプレッシャーはもちろん感じますけどその分の気持ちも託された身として頑張っていきたいなと思ってます何を隠そう、僕は巷では、ま、ちょっとした有名な声優なんですけど <laughs>、はいけはい、結構ないろいろやってるんです。はい、うん、うん ちょっと人気もあるんですよ <laughs>、はい、ですけど、そのなのでそのアニメ業界とか声優業界の中で、やっぱジョジョって特別で触れる機会もたくさんあったんですけど、なんならオーディションにも行ったこともあって、その時はご縁がなかったんですけど、自分の初ジョジョがミュージカルになるとは思ってなかったので、まずそこにびっくりしましたが、あの僕、ジョジョの中でやっぱ第1部がすごく大好きで。 でコミックスも読んでいましたしなのでその中でそのディオブランドをやれるっていうのはこの上ない喜びだし、まあ、プレッシャーももちろんありましたがとても光栄なことだったのであのこのミュージカルに僕の初上場を捧げましたよねその思いはあのすごく強いのであのあの最高に、えー、面白い。 利用、えー、を本当繊細に彼の心情を演じていきたいなというふうには、えー、思っております。